日田市中心部を流れる三熊川。特に千口と呼ばれている範囲。右側は、日田温泉のある熊地区三熊川は、一級河川、筑後川本流の上流部のうち、大分県日田市内の楠川との合流点より下流で、夜明け地区周辺より上流の区間の呼び名。なお、筑後川本流のうち、三熊川より上流の区間は、大仙川と呼ばれる。三熊川には、 楠川をはじめか月川や高瀬川、串川などの支流があり、それらが市内で合流することで、北市の水橋としての景観を作っている。江戸時代以来の木材の産地であったことで三熊川は、切り出された材木の輸送経路として利用され、昭和初期以前は、現在の千円地区周辺が、上流から運ばれてきた木材の集積地となっていた。そのため、 現在もこの地区には製材所が立地している。川は河道石によって仕切られ、一部に淵を形成している。この流れを千円といい、いかだ流しが行われていた頃は、木材の集積場所となっていた。また、江戸中期には、広い水面を利用した船遊びを行う文化が生まれた。豊か西木にある、木戸高神話によれば、大昔の北盆地は、東西五十町。 南北百余町ほどの湖であったが、知人大古代、うがや吹き合図命の時、東からやってきた大鷹が湖で羽を浸して北へ、去った直後、突如として大地が明動し、来光が走ったことによって、湖の西の橋が崩れて、湖の水が湖外に流れ出し、後には大きな川と三つの丘が現れた。この川が、現在の三熊川であり、三つの丘とは、 三熊川と並ぶ日田市のシンボルとなっている、ヒグマ、月熊、グ熊の三つであるとしている。三熊川は、有明海に注ぐ筑後川の上流であったことから、北から下流域の都市への物流経路として利用された。輸送されたものは、杉などの木材の他に米や、物品も運送された。イカダ下りは、江戸時代の1681年以降より、 雑器や蓄材について始まり、杉材が流されたのは18世紀後半以降のことである。1774年以降には、下流の久留米や大川などの都市に輸送されるようになっていたが、1953年に、三熊川、筑後川を経路としての木材運搬は行われなくなった。このように、三熊川は、日田市の象徴と市民生活の支えとなってきたが、一方で、 多くの水害を引き起こしてきた川でもあった。近年最大の被害を引き起こしたのは1953年の水害である。この時は市内全体が湖のように水に浸り多くの橋が流され死者や行方不明者も多数に上った。現在市内の亀山公園入り口のあたりにこの水害時の水位を示す看板がある。北川平機関交際の花火。 ありがとうございます。